あんなに女装なく裏声いけるもんですか綺麗。きれいはい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。だいぶ間が空いてしまいましたがずっと見たい見たいとは思っておりました。今日久しぶりに店作りアップ。 フルの、えー、楽曲また聴かせていただきながら勝手に解説していこうと思いますが今回はですねたくさんの方にコメントもいただいておりまして「ナハトムジーク」という楽曲とにかくこれ聴いてくださいというね皆さんのリクエストが多かったので早速行ってみたいと思います。ももうねいいつなながらなんんでですけど事前にあのの音源聞いておりませんので 本当に私が今初めて聞いてみた感想をそのままお届けするということで、ミセスグリーンアップルの公式 YouTube チャンネルに上がっております。これは7ヶ月前、アップはね、2024年1月17日ですって、映画サイレントラブという映画の主題がえー、ナハトムジーク。これどこで切るんでしょうナハトムジークじゃないですもんね。ナハトムジーク。ナハトムジーク。まあどちらでもいいか。えー、視聴数今ね、 1982万すごいです1982万4252回一生ということで私はちゃんと聞いたことないのが恥ずかしいぐらいですけれどもそれでは行ってみましょうお待たせいたしましたミセスグリーンアップルナハトムジークオフィシャルミュージックビデオ再生ポン4分32秒うんぬのいたたのビュラドーの喉前のエッジボイス うん俺のとばりほんにこう柔らかい高音の安定感素晴らしいありたいのに僕らはこれで相当ちっちゃい声で今歌ってると思うんですけど安定した下手くそに生きてるこれぐらいですよ多分生きてるぐらい。 ダメでもいいわ低い音も安定してる弱くていい教えてよてよ綺麗な階段の降り方ね抱きしめるうわぁいいことりだんだん音高くなってきてるけどまだ柔らかいよく触れやす <laughs> 簡単に切り替え愛され 「いいのにいつも通り間違いばかりの今日はまず」いそうか「愛想家」わ満点の星空出ました映像。「テテテテテテ」「愛想家」や柔らかいねこの高さ地声で強く出したいんですけどね。「狂わしく」「 忘れせて歌おう,うまい歌おう,うまい暗闇の中の光がふわっどんどん降りてくるね細かいメロディーですけどきれいに音程細かい音程ピッチっていいますけどきれいにピッチをたどってきますね。気抜くた柔らかいビブラート 水をバいチバイチやってます、大森さん。でんっうわ、そして星のところに。抱きしめて、あげてねさあ、こっから地獄が強くなってきた。わざとここ息継ぎを増やして、呼吸の歌詞のところね。愛され、体はむくわられるから、で <laughs> ん あんなに女装なく裏声いけるもんですか綺麗に。じゃあ、この世界を愛そうか,だか,だか。ゴミみたいなもんでしょう勝手に進んできたんでしょういつの日か崩れても、と言いながら膝で崩れて。誰のせいでもないよ、綺麗なメロディー。歩くのが疲れたの。後ろ正常でしょうなるほど。 すべても何を置いても難しいふわり。無駄に思えても,えても君は正しいんだよ。うわ。研ぎ澄まして。手で、また柔らく。またきしめる。座って。いくとり、座ったり。強く弱く。ここは地声で高い音。確かなものじゃないから。りょうちゃん。椅子から立ち上がって。りょうちゃんねキキ。キーボード、りょうちゃん。えな。 言てた <laughs> 最後まで信じたい見事さ綺麗いな上のはモりまたは歩いてる若いさんギター若いさんっち違えてくやがて手を挙げて大森さん しいボンクラ言葉ののっけ方も面白いですね「いとしいボンクラ」若いさん座って上を見る涼しい丘お顔堂森さん上見てましたけどすごい歌唱力ですねこれは。 広大な歌ですよねこれも皆さんの方ももちろんすごく詳しいと思うんですけどあの後ろ側のね何て言うんですか伴奏というか、えー、演奏ねが本当にあにそんなにこう音数が多くないというかねピコ,ピコ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 するような音も入ってなければドーンスッと。 ストーンストーンストーンって大きなリズムの中にそんなにこうねピ,ピアノというか鍵盤の音もギターの音もいっぱい入ってるわけじゃない中でもう言ったらボーカルメインの曲ですよね、まあ、み,みんな大体曲ってボーカルはもちろん皆さんね聴いてる割合多いと思うんですけどそういう曲の中でもボーカルの音の比重が非常に多い楽曲だと思うんですけどで前半の方なんかはね その森さんが歌ってる音のこう動きの激しさもありますけどとにかくね男性が普通に歌うキーとしてはもう全然届かないみたいな高い音がいっぱい出てくるで音の高さと音の音量、ね、音の大きさというのは比例することが基本になってますので音がどん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 上がっていく時は声の大きさもだーっと強く大きくなっていくことによってバランスが取りやすくなるというんですかね。 うん、だから強く出してないと言い換えると高音っていううのは不安定になってしまうんですよだから高い音いくと大きな声でわーっとみんな強く出したくなるんですけど今大森さんが歌っていたこの「ナハトムジーク」という楽曲の中ずーっと高音っていっぱい出てるんですけど基本的にはねやわらかーく出してるんです常に。そして、えー、後半のねちょっと盛り上がりのところで地声で強くバーンって張る高い音もありますけれども。 全体的にこの大森さんの歌ってる歌声というのは空気の量が少し多めのこれまあ、えー、ウィスパーボイスというふうにね名前では言ったりします声「あ」という声に対して空気の量が増えてきて「あ」とだんだん空気がこう多くなって空気でまとうような柔らかい歌い方のことを、まあ、ウィスパーボイスというふうに一般的に言いますけれども その声の出し方っていうのはさっき言ったみたいにそんなにこう空気まとってますから強く出せないでも高い音出す時には強い音で出したいこれが本来であれば共存しないはずなんですけども今の大森さんの歌声というのは本当は強く地声で出したい高さなんだけどすごく柔らかくそのねウィスパーボイスという空気多めの弱い音言ったら弱く出す音であの高い音を。 安定させて歌っているというこの技術がまず全体的にすごい難しいことやってますね。早、え、く、ー、く走るんだけけどゆっくり動けみたいなことですか。あえて例えるならねガーッと速く走る時ってもう思いっきり手も足も足振るって言わないかでも手も振って顔がこんなってガーッて走った方が速く走れそうな気するじゃないですか。でもゆっくり クリの動作でで速く走るると難ししい感じするでしょ私の今聞いてるイメージだとそういう感じなんですよね高い音は強く出しに行った方が絶対出しやすいし安定するのにわざとというか、まあ、曲の表現力として柔らかく出しているけれどもあの高さがずっと安定しているという凄さ伝わりますかね皆さん。 いやーこれはね、まあ、まずあの高さが男性キーとしてね出ないっていう人のほうがほとんどなのでまず出てるだけでもすごいのにそこをあえて強くではなくてこう柔らかく歌っていくという。うんでまあ大森さんの歌声の特徴の一つとしてやっぱり地声から裏声にパンと切り替わる速さそれから裏声から地声に返ってくるのはも,もちろん早いんですけどその辺の切り替えも。 こうやってボーカルメインでボーカルの音がすごくはっきり聞こえる歌の中であれだけ短いそばでパーンッと上がってパーンと降りてくるみたいなのをまあ寸分タガーずというかねこれだけボーカルがしっかり聞こえてるのにちょっとこう喉引っかかっちゃうなとか苦しそうだなとかってそういう音が一切しないっていうですねいやこれはちょっと。 皆さん、あれですかね私はま,あまだ今初めて一回聴いただけですけどこれカラオケではもう歌えないってもう分かりますもんね <laughs>。えまあボイストレーナー偉そうに22年もやってますけど生徒さんに「ちょっとこれ歌ってください」って言われたら「いやちょっと練習をえ最低1か月ぐらいさせてください」っていうぐらい。 なんかやってることはさっき言ったみたいにこういうふうに出してるんだろうなっていうのは分かるけれどもそれができるかどうかはまた別問題ですからで多分できない <laughs> はっきりと言い切ってしまったらなんですけどでもこれは別にあの自分をフォローするわけじゃないですけどプロの今ねたくさん活躍されてる歌い手さんいっぱいいらっしゃいますよね、まあ、男性女性問わず。 プロの歌手の皆さんでもじゃあこれを「ナハトムジーク」という曲を大森さんと同じようにこのキーでどうぞって言われたらもしかしたら女性でも難しいかも男性は当然難しいしでもそれってやっぱり大森さんしか歌えないって言い換えたらねことですからそれはミセス・グリーンアップルというバンドの音の、まあ、特徴でもあれ,あれば、まあ、長所でもあるし強みでもあるし。 だから大森さん以外が歌えないでもちろんいいと思うんですけどにしても,もう本当に全然手の届かないぐらいレベルの高いところでずっと歌われてる感じがするのでいや皆さんがこれカラオケで歌ってるんだとしたら私が思ってるようにこうね一般的な皆さんのカラオケ歌ってる歌声のレベルが上がってるんだろうなと思ってしまうようなもうとんでもない歌声の曲でした。 びっっくりしちゃったであとちょ,ちょっと途中で言いましたけど言葉のチョイスっていうんですかね作詞作曲大森さんですよねうーんなんかまあ聴いてる私たちにね勇気を与えてくれて背中を押してくれるっていう,うんなんて言うんですかねまあある意味。 こういうふういいいふに言ったらいいよと道しるべ的なことを言葉で言いながらもちょっとこう選ぶ言葉がね「ガラクタ」という言葉であったりとか何かこうあんまりこうなんていうのかな 説教説教ならないように、うん、身近な言葉を使ってでも伝えたいことをしっかり、えー、メロディーと言葉に乗せていくみたいなのがやっぱり大森さんの作る楽曲のまたこれも一つ長所だと思いますしもう私はもうね40代も半ばを超えて大人ですけれども若い世代の皆さんもこういう曲を聴いてね、えー、なかなか思うようにいかないことがいっぱいあると思うんですよね。だけどやっぱりこうやって大森さんが歌うで、えー、キーボード「りょうちゃん」。 ね、名前を覚えましょうということですいろんな方に教えていただいて覚えようとしてますギターの若いさんがこう奏でる音とともにですねミセスグリーンアップルというバンドの音として聴いてる側にこうねうん生きるためのヒントというかを伝えてくれているそれを音楽にと乗せて届けてくれているっていうの素晴らしい楽曲だったと思います。うーんとにかくそのボーカルの技術が高すぎて。<laughs> えー、もうマネ、はい、はできないですね多分 <laughs> 自信満々に言うなよって感じですけどそれぐらい素晴らしいボーカル力ということで皆さんなかなかお待たせいたしましたたくさんの方リクエストいただきました「ナハトムジーク」聞かせていただきながら思うままに解説させていただきました皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。